know. Trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel. My soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without it. A king with no queen and no damn kingdom. Serving up hate with a cold vengeance. Fuck better hate her, we can't slay them. Yeah, she's got me hooked, I'm down a ride. Leaving, she tried to kill me, I can see it in her eyes. Yeah, she's got me shook, this my demise. I'm bleeding, can someone heal me? I can't deal with no more lies. I'll never go on like this, so don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this, you try so hard to pull me up. はい、皆さんこんにちは。今日はこちらのスカニア R キャブのスリーパーキャブご紹介していきたいと思います。まあ、通常セノプロですとね、結構派手派手しいというか、お金をかけたスカニアが多いんですけれども、通常セノプロで施工するとですね、コーポレートカラーとかね、バッチリ塗られた車が多いんですけれども、こちらは基本白でですね、でポイントポイントを仮装したと、そういったお車になってます。でまたですね、箱の方がね特殊なんでね、箱もねしっかり見ていければなと思っております。で冒頭で説明させていただきました通り、こちらはですねスカニア R キャブのR410 になりますんで、6気筒の 13000cc 410馬力のエンジンということになっております。カスタムのポイントなんですけれども、まあ、今回はねバイザーとかそういったところは変えておりません。シンプルにリップスポイラーをつけて、そこにポジショニングのねランプをつけました。スカニアのロゴと R410 のロゴをブラックアウトしましてですね、でグリルの中もここもブラックに塗って、こういったとこも部分塗装でブラックに塗ってる、ピンストライブ入れてまして、部分塗装でこういった青いものをねちょっとポイントポイントで入れてると、そういったねカスタムになっております。やはりスカニアね、この R キャブのスリーパーキャブは非常にサンルーフも高くてですね、居住性もバッチリですし、見た目もねかっこいいというところで、非常にシンプルにまとまったカスタムとなっております。横側もこういう感じですよ。特殊なウィングでしょ。普通スカニアですとね、日本トレックスさんの完成ウィングが、まあ、メインになるんですけれども、こちらはトランテックスのハイウィングで、まあ、しかもコルゲートパネルではなくてリベットタイプのフラットパネルになってます。あとは寒冷地仕様というか融雪対策仕様になってますんで、キャッチレスとか長板、あとはまあ抵抗ラックとかフェリーフックとか、こういったのも全部ねステンレスで施工されております。でタイヤはですね、今までと同じく315の70なんで、スカニアの純正のX マルチミシュランのタイヤになってます。それにアルコアのデュラブライトエボですね。単車最高のスリーパーキャブの中をねちょっと見ていきたいと思うんですけれども、で屋根がね非常に高いサンルーフと、後ろのこのベッドスペースがねものすごいわけですよ。このベッドスペース、こちらのモデルはなんかね収納が普通スリーパーキャブはつくんですけど、こちらはねついてないんですよね。前の大きめのボックス収納はついてるんですけど、後ろがついてないというとね、面白いポイントの一つとなっております。少しね装備が違う感じになってますよね。そんな感じの車です。スリーパーキャブなんでね、非常に中は広いということですね。カスタムのポイントなんですけれども、タクラサイドガードを3段式にワズマーカーでドーマフェンダーというセノプロの仕様になっております。セノプロ仕様のシンプルな感じ一番かっこいいですよね。それにトランテックスのリベットタイプフラットパネルのウィングですよ。このウィングがね実は冷蔵ウィングになってるわけですよね。俗に言う保冷ウィングという感じで施工されております。こちらを見ていくとですね、バッテリーがあって、でタンクに関しては300、200の500タンクですね。こういったところも非常にしっかり作られてますよね。富士トランスポートの車も基本的にはトランテックスの箱が多いんで、非常にね馴染み深いということで、すごいねいい感じですよね。あとサスペンションに関してはフルエアサス車になるんで、まあ、乗り心地も極上という感じですね。後ろはこう27570のタイヤついてます。でデュラブライトエボでタイヤ等ついて、こちらにはスペアタイヤ315がついております。今回のサイドガードは普通にブラケットだけはね純正のものを使用しております。なので、まあ、純正ブラケットにタクラをつけたわけですけれども、なんで普通のブラケットにしてるかというと、保冷ウィングだとね通常こうタクラのねブラケットつけたいところなんですけど、寸法的に合わないということで、まあ、どうしてもねこれじゃないとねつかなかったんでね、今回こういったブラケットにしております。でこちらにはフェリーフックという圧モーターついてるという感じです。はい、やっぱり保冷タイプのウィングなんでキャッチが2本になります。こういったところがねやっぱりちょっと違いますよね。どうですかこの斜め後ろからのビューとか、すごいかっこよくないですか。トランテックスの特徴として、ここに斜めに入り込むのがね、これがトランの箱の特徴になるんでね、後ろから見た際とか、そこを目印というか確認ポイントとしていただければなと思います。シミジュン、はい、で後ろは鏡面の加工になってますんで映り込む感じになっております。でテールはスカニアの純正ですね、純正のテールが採用されておりまして、リアバンパーもこう純正のタイプですけど、だいぶね肉厚でかっこいいですね。でナンバーは日本ボディパーツなんでね、 JB のナンバー枠になってます。でこちらにはこういった形で開くことができて、まあ、ここにはねジョロダースケートとかを格納することができるようになっております。
はい、ちょっとね中見てみましょう。すごい密閉力、硬っ、よいしょ。はい、こんな感じですよ。まあ、内エヴァになるんでね、内寸はちょっと取れてないかな。通常まあスリーパーキャブのドライウィングで 9.35 ですけど、こちらまあレート冷蔵車になるんでね、多分 9.1 ぐらいなのかな。内寸はねあまり取れないですけど、下もキーストンでジョロダーのレールが刻まれてるタイプになっております。内側にはね滑り止めがついてたり、やっぱりね毛孔持ちたとか分厚いですよね。下ではエアラインレール採用になっております。コナイトはね左右に上のねところに付いてるようなタイプですね。まあトランテックスの箱っていう感じの作りになっております。それではね横側行ってみましょう。まあ、こういう形でシンプルですが、まあ、ダーケン工具入れですね。であとは予備の冷凍車の場合はこちらに予備バッテリーがねつきますので、バッテリーがここに追加1本なっております。であと冷凍機に関しては両銃製の R452A というタイプになっておりますので、まあがっつり冷えるというよりはこれっぽいって感じですかね。最近の冷凍機っていうのはまあ小ぶりですけどね、非常に強力ですので、まあ両銃さんのはね定評いいんでね、こういった冷凍機を採用しているということです。でまあスカニア毎度おなじみなんですけど、アドブルーがどうしても運転席側になってしまうということで、非常に補充するのがねやりづらいというか手間がかかるんですけれども、どうしても変えられないみたいでね、こういう形の配置が今現在も続いているという感じになってます。今ライトつけたんで、ストランズ製の作業灯というかポジショニングも横はねちゃんとオレンジに光るようになっております。はい、じゃあ運転席見てみましょう。はい、まあ、R キャブなんでね、このウォークスルーも S キャブみたいにねフラットにはならないですけど、はい、R キャブでも全然ウォークスルーできるような感じになってます。シートもちょっと省力化されてるのかね、普通エアーのランパーサポートつくんですけど、こちらはついてないタイプになってます。ただまあ機能的にはね十分イスリングハウゼンの乗り心地のいいシートが採用になってます。はい、で乗ってみましょう。今こんな感じで乗ってみましたけどね、ハンドルもウレタンのハンドルなんですよね。多分 G キャブとかと同じようなねタイプになってます。パーキングクーラーついてたりとか、まあいろんなね装備が、まあ、その個体によってね違うんでしょうか ね室内もこう広いです。ここには当然冷蔵庫ついてますんで、ガンガン冷やせるんでね、めちゃ冷えてます。これもね非常に便利な装備の一つとなってます。やっぱり、ね、スカニアいいですよね。はい、今ねそんな感じで一周見てきました。どうでしょう、このシンプル仕様、こういった感じのスカニアの完成車ができたら僕はね本当にいいなと思うんですけど、この後ろは寒冷地なんですけど、こういうフラットパネルの、しかも中柱がないウイングっていうんですかね、非常に見た感じもすごいシンプルででもかっこいいっていうね、そういったトラック今回撮らせていただくことができました。今スカニア登録台数も増えてきましてですね、トレーラーもそうなんですけど、リジットトラックのスカニアもだいぶ見かけるようになりましてですね、国内も増えてきたかなと思うところなんですけれども、やはりドライウィングの完成車が圧倒的に多いんで、こういった作りのボディのね車もどんどんね新しい感じで出てきてくれればなと思っております。はい、それではねまた動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。